シャープ電子レンジです。かけそうだな。あ、かけた。これでね、こうにしてこうにして、また戻すんですね。今そこですからね。これで揚げますよ。だからここは本当開けなくていいんだよ。これです。今時の電子レンジは大きいんです。大変ですね、これね。出すのもね。袋破ってるかな。
大変じゃなかった。床にね、直に置くんですよ。床に直置きね。持ち上げて、ずらして。まあどうでしょう。はい、背面ですね。あ、アースだって。はい、じゃあね、正面。ほう。回転皿。これもテープですね。はじめにお読みください。電波の出口カバーは絶対に外さないでください。あ、これね。強い力が割れることがあります。ああ、拭くときにも優しく拭いてください。庫内が空の状態で加熱しないでください。まあ、何か入ってなくちゃいけないですね。空、膜、初期には卵は加熱禁止ですよ。バーンでした。卵、たらこ、栗、イカ、ソーセージ、銀杏。ああ、フィルムに入ったままですよね、ソーセージはね。こういったね、はじめに。これが取扱説明書。型番、シャープの、電子レンジ、家庭用、RETM18 だって。セット。ターンテーブルはこれついてるんですけど、ガラスですね。あれはそこの、まあ、出っ張りにここを、まあ、はめ込めば、まあ、固定されますね。
あれ、これなんだろう。ちょっと待ってください。ここにね、こんなものがくっついてるんです。面白いね、これね。まあ、高温に取り出しましたよね。上下あるかもしれないからね。上下。後ろはね、10センチ開けてくださいがそうです。まあ横もね、上もね。いつもセットして使います。回転ローラー。これ回転ローラーなんだね。置けばいいんだね。回転軸。回転軸はついてます。見えますか？そしてテーブル。丸皿、かっこガラス製だって。こういうのもね、おおお、とりあえずまあ置きました。背面アースまあここですね。キッチンタイマー、解凍、500ワット、強、切り替えボタン、タイマー、解凍グラム、合わせ。これメモリですね。タイマー表示、グラム表示。あ、グラム表示はここですね。内側の100、200、300、400。あ、400 500。そしてタイマーつまみ、それこれですね。ああ合わせ方がどうするんだろうね。何か針みたいなのが動くんかね。回すとタイマー表示が点灯します。おお、そうなの。レンジ出力、ご飯約1分、カップ1分30秒、1分30秒 400g だって。520W と 650W。 あ、なるほど。ここは光月の国なので 50Hz の地域にお住まいです。その時には 520W。面白いね。だからこれはワット切り替えじゃないんだ。500と700どっちにしますかじゃなくて、もうお住まいのところが、ま、50Hz 帯だから 520W しか出ないんだ。そういうことですね。面白いね。使える容器、耐熱。あ、差し込む。ドアを開ける。電源が入ったら3分以内に操作してください。食品を入れて、3分以内に操作、面白いね。タイマーつまみを回すと加熱がスタートします。あ、回さなくちゃ加熱がスタートしないんだ。まあ、そんなにね。
まあ、ドアを閉めた後3分間操作がないと電源が切れちゃうんだね。それは省エネあれですね。これ切り替えてあったけど何を切り替えるんだい。押すとメニューが切り替わります。メニューってここですよね。キッチンタイマー回答500W 強。なるほどね。今日 500W 温めるだって。ご飯、おかず。あ、お皿の上に。ああ。うん。飲み物。丸皿の中央に置いてドアを閉める。まあ、冷凍ご飯ね。いつも今日の加熱が設定されています。500W で加熱するときは切り替えボタンを押して500W のランプを点灯させます。なんか保証は1年保証ってあったかな。なんか1000いくらを出すと保証期間が3年になりますよなんて言ってたけど、まあいいや。じゃあまずだと思うね、使えるかどうかやってみますか。何やと思われ使ってみないことに。コシヒカリ国産だって150g だって。500W 1分30秒これですね。これじゃフィルムは剥がしますね。ここまでね。そうしないとパーンって破裂したんだろうね。ああこんなに開いちゃった。何かテープ的なものはないですよ、もうね。はい。なんだっけ。あ、入った。ね。メモリ1分半。あ、ほんとだ。ここだ。いきなり始まったね。回転してますよ。あ、だんだんこの表示が下がっていくんだね。あ、今これ強になってる。これ1回押して500にしなきゃいけなかったんだね。ね、40、20。こんな音が大きいんだね。
できましたよ。よいしょ。お箸こうしてご飯あったか、あったかた。そしてまあこうやって、まあ、コンセント入れたままだとこれがついたままになっちゃうんだね。なるほど。これを押すと500になるんだね。あ、タイマー。解凍。ここでやんなくちゃいけなかったね。はい、わかりました。じゃあ、コンセント抜いときますか。待機電力がね、もったいないですからね。はい。1分半。本当はね、500ワットぐらいでいいですけど。あ、柔らか。うん。美味しいです。じゃあね、ちゃんと使えるっていうことが分かりました。シャープ電子レンジ家庭用、ま、RETM18、ま、こういった電子レンジでした。ご視聴ありがとうございました。よかったね。